こちらです。ですね、今日は定山渓方面の林に来てます。ここはそんな撮れる場所はないんですけど、ラッキョウが鳴ってるんですが、先週定山渓方面来た時撮れなかったんで、どうしようかなと思います。ゴミがひどいですね。でも望みにラッキョウ来ます。あー、いいラッキョウが来たよ。出てたんで、そんな普段その取れない場所が結構15分ぐらい取れたんで、結構まあ近くの知ってるポイント来たら、すごいですね。爆発中でしたよ、これ。大爆発ですよ、これ。うわ、これはもう良質だよ。誰も入ってないね。きっと多分ね、普段ここ取れないからね、本当当たり外れが超激しい場所なんで。ただ下はもう、こうやって崖なんですよ。なのでちょっとここはお年寄りとか来たら大変かもしれないですね。あ、やっぱりね、ありましたよ、これ。熊さんのテリトリーなんだね、やっぱり。ちょっと早く切り上げないとダメかな。これ、皆さん、これ、白ぬめり口ですね。で、これ、落葉取りの人、みんな、ほとんど取らない人が多いみたいなんで、落葉と全く同じ場所に入るんで、皆さん、落葉、もしこういうキノコがたくさんあれば、ラッキョウも多分鳴ってるっていうことだと思うので、もう私ちょっとこういうちっちゃいの持っていくんですけど、みんな結構放置するね、こういう黒いやつね。ということは、全然ラッキョウと、これもラッキョウ、これもね、白ぬめりですから、多分ここら辺を探せば多分、ラッキョウあると思います。ちょっとクマのうんちがあったんで、すごく慎重に取らないと怖い。ほら、あった。こういうことだね。こういう白ルメリー口あって、ラキオも出てるってこと。上になかったんですが、ボリボリがなんかちょこちょこ出てます。そうですよ、これはもうちょっと下大きくなるやつですね。ちょっと少し奥行ってみますか。定山渓周辺では今日の成果はこんな感じです。落葉キノコ、このまあ1キロ弱ぐらいかな。でボリボリですね。ボリボリがまあ1食分ぐらいかな。こんな感じでした。これからボリボリは良くなりそうですね。で、落葉キノコは雨が降ったら、まあ、取りに行ったらいいかもしれないです。